グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌まって雑草対策増援工事石張動画施工令。立派なお宅ですが、どうやってご相談があったんですか？はい、もうこの立派なお宅からホームページを見たということでネットで、お問い合わせがありました。石が綺麗に貼られてます。一手間一手間大変な作業ですね。はい、この石張りをしているところに草がいっぱい生えたもんですから、この草を生えないようにするために石を張るようにしました。なるほど。あそこ職人さん今石張ってる手前の石はハートの形してますよね。さすがよっちゃん、すぐに見つけますね、ハートの石を。とても可愛いですね。でこの、ハートの形の石を3箇所入れてくださいということを奥様から頼まれたんですよ。お客様からそうご希望があったんですね。はい、それで3箇所入れてます。で、まあ、このハートの石って、すごく割るのが難しくて、はい、なかなかこういうふうに割れなかったんですよ。くぼんでるところがあるでしょ、ハートって。そうですよね。はい、そこで真っ二つに割れちゃうんですよ。きれいにでもはまってます。はい、でまあこれで、3箇所いろんなところに散らばらせてあるんです、いいですね。でこの完成のところのどこに3箇所入ってるか探してください。楽しい。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますのでホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。